ちっくんです。5月16日月曜日、ストロングディフェンダーズガチャ来ました。見てみるか。バランとクリバリは持ってるので、いらないんですよね。デリフト欲しい。あとね、なんと俺キエリーニが欲しい。なぜならば、マッチデーかなんか来た時にユーベで戦いたいから。あとね、まあバルサも割と揃えてるので、バルサのピケでもいいな。この3人と、あとこのバイエルンのウパメカの こいつでもいいね。デリフト、ウパメカのキエリーニ、ピケ、これが俺の当たり。一番の当たりはデリフトかな。じゃあ引いてみましょう。1回目、まあ来るでしょう。デリフト、ピケだ。当たり。一応俺の中では当たり。星4なんだ、知らなかった。俺の中では持ってないから当たり。当たり。よっしゃーい。とりあえずデリフト欲しいな。デリフト、あら、リーガー、誰わからん。いやー、全然いらない。ディエゴ・カルロス、あ、意外と使えるかも。でもまあいいや。じゃあ3回目、デリフトお願いします。セリエ、いやー、こいつ誰もう、いやー、誰だこいつ。あ、知らん。というわけで終わり。まあいっか、ピケもらっただけでいいや。というわけで配信じゃねえや動画終わりです。じゃあね、バイバイ、またね。